当別町では体を押されるようなすごく強い風が吹いています。その影響で雪が舞い上げられ、すごく視界が悪くなっています。先週日本海側を襲った暴風雪、当別町内はホワイトアウトとなり、運転に恐怖を覚えるような状況が続いていました。まっすぐ歩くことがままならないほどの強い風です。取材中にも立ち往生している車がありました。後ろから来たトラックのドライバーが助けに入り、車を押して助け出そうとしますが、タイヤが滑り前に進むことができません。向こう側の橋の通りの方で事故があったらしいんですけど、こっちに回されたんですよ。なるべく裏道は通らないようにしてたんですけど、回されて回されてこっち入ってきたと思うんだから、どうにもなんなくて。結局自力では動かすことができず、町に除雪を要請。およそ1時間後に除雪車が到着すると、無事雪の中から脱出することができました。無事で脱出できて助かりました。本当アンラッキーでしたね。当別町では先月にも暴風雪の影響で30台以上の車が立ち往生しています。実際に立ち往生したことがある女性は、そんなにだからね、雪は深くないのに前にも後ろにも行けないんですよ。夕方6時から朝の6時までずっとそこに1台で、本当除雪の方、あと当別のその警察と消防の方に本当感謝の気持ちで。立ち往生はどのような場所で発生しているのか、現場を取材すると周辺の環境に特徴が。見ての通り、右と左が何も建物がない状態だと風が通るんですね。この通った風と一緒に地吹雪のような感じで雪が道路を埋めてしまうような形になるんですよ。するとそこに堆積した雪が車を通れなくするぐらい溜まってしまうということになります。今日は本当にスタックしやすい天候ですね。これでさらに夜になると何も見えなくなりますので、非常に危険な状態だと思います。先ほどの立ち往生があった現場を見てみると、確かに左右に建物はなく、強い横殴りの風が吹いていました。当別町を通る国道275号と337号が渋滞したときに抜け道として使われる町道や農道ですが、周りには畑が広がっているため吹き溜まりになりやすく、車が立ち往生するケースが非常に多いといいます。当別町では町道や農道の除雪の難しさに理解を求めています。除雪もですね、くまなく実施しているんですけども、ただ幹線道路の場合、支点と終点を止めればそれで済んでしまうんですけども、当別町の町道の場合ですね、数百メートルおきに5番の目に走っておりまして、どこを止めても迂回路はいくらでも出てきてしまうと。場合によっては命の危険もある立ち往生。悪天候で雪道を走るときはスコップや防寒着を車に積んでおくなど、もしもの時のために備えておくことが重要です。